はい、トールのアニメ感想キバです。放課後堤防日誌の、6話ですね、アジゴについてお話ししていきたいなと思います。一応原作については未読なんで、もうアニメを見て面白かったところを、共有していくという感じの、内容になりますので、皆さんのね感想とかもねお聞かせいただけるとねありがたいなと思ってます。よろしくお願いします。はい、まず6話なんですけど、まあ5話からのね、流れっていう意味はあんまりこうない感じだったんですけど、まあ小谷先生のね、印象管理の仕方がね面白かったなというふうに思いましたね。これは5話からの流れとしてですけど、それからですね、まあ4話ぐらいまではね結構書かれていたね、釣ったら食べるっていうね命の向き合いか、まあ、命を奪うこととのね向き合い方っていうのをね、教えてくれてたんですけどね、今回はねちょっとね違いますね、向き合わないことの大事さみたいなのがですね、意味として含まれてて、あ、これはなかなかこうこの描き方は自分はすごい好きだなと思いましたね。はい、でまあ作り込みがね本当にすごくてね、一つ一つの描写がめちゃくちゃ作り込まれてるおかげでね、なんかこう拾いたい要素がねめちゃくちゃたくさんばらまかれるっていうね、感じで、それをまあ我々必死でこう拾い集める感じでね、なんかこうイメージ的に言ったら本当にこう我々は泳いでるこうね、魚であってですね、でそこにですね、餌がこう巻かれるわけですよね。その餌にね必死にこうね、食らいついていくっていうね、まあ我々はなんかこうねアジゴの気分でしたね。今回そんな感じでした。はい、そんなわけでやっていきたいと思います。まずは全体的な話からいきますね。全体的なストーリーとしてはですね、まあ前回からの続きっていう要素はなくてですね、まあサビキ釣りでねまたねアジゴ食べたいってね先生が言ったんで、買い物に行ってからサビキ釣りをみんなでするっていうことで、まあ本編2回目のねサビキ釣りですね、同じ釣りをしたっていうところで、要はヒナがですねどう変わったかっていうのをすごく、よくわかる描写でしたね。はい、そしてですね今回はとうとうねアジゴをね、砂漠っていう話が、入ってきました。で、まあそれで後半ですね、まあ一人でね釣りをね実際やってみようっていうところから、まあ夏美がね参戦してっていうね話ですね。いい話の流れですよねこの感じね、とてもいいですね。でまあなんというかこう一人で釣ったことによって、まあ普段ねやってもらってることとか、自分がね、気づけなかったところに気づいてね感謝するっていうような描写も、すごく良かったですね。5話にしてくれここまで言及されるとはね思わなかったっていう感じでした。はい、まあそうですね、感想としてはやっぱりこうヒナのですね視野がねまた広がったなっていうところが、分かってね嬉しくなりましたね。で、夏美がめちゃくちゃ魅力的で良かったなっていうのが、思いました。なんかこうここまでの流れで夏美がこうそこまでいいなって思うことなかったんですけど、今回はですね最初から最後まで夏美の描写がとてもね、筋が通ってるかつ魅力的で良かったと思います。これまあ後でね、好きに話していきたいなと思ってるんですけど、で小谷先生のね、位置取りもいいなと思いましたね。なんていうかこう自分が思っていたような形で小谷先生の印象回復っていうのはあまりされなかったんですけど、意味付けとか位置付けとかが非常に興味深い、感じになっていました。で、このキャラがねそれぞれ立ってるんだけど釣りの面白さみたいなやつもですねそれぞれのキャラクターが立ってるおかげで余計生えてるっていうところで、前回とは違う感じでこうキャラクターが前に出つつ釣りの面白さも、分かる。でまあ釣りを学ぶっていうようなね要素もあるっていうところですごいマッチしていたなってね、今回はねすごいそのキャラクターと釣りっていうものの組み合わせがめちゃくちゃ綺麗だったなというふうに思いましたね。はい、でその生き物をね食べるのは大変だっていうねヒナの言葉と、大野先輩のまあ慣れっていうところと、まあ無心でやってるっていうところのね、この説明ってすごくね分かりやすくて具体的なんですけどね、リアリティもちゃんとあって、このあたりの書かれ方を結構しっかりしてくれたのは嬉しかったですね。なんかこう命を奪うことに対する責任っていうところは4話で書かれたんですけど、そこからさらにこうねちょっと先に行ってですね、なんていうかこう決意とか覚悟とかなしに命を奪うことの大切さっていうところもちょっとね書いてるっていうところが、これまでここまで書いてこそだよねって自分は思いましたが、どうだったでしょうね。はい、そんなわけですね、体験とかいうところからですね、今回は人物が、キャラクターが前に出たことによって、
ヒナのね成長的なところとかね、課題的なところがですね、ちょっとね描かれるようになって、でそこが釣りを邪魔しないというか、むしろ釣りの内容が入るっていうところですよね。はい、力足らずのね部分とか、まあ、このコマ可愛いなと思ったんですけど、とかね、自分がまだまだだなっていうところとかね、この夏美とのね、やり取りでねそれを感じることができたり、でやっぱりね2話からのね振りでもあるんですよね。やっぱり体力つけなあかんなっていうところでね、オチがつくところはですね、やっぱり課題とか成長とかをこうキャラクターが前に出てきたことによってそれが描かれる、ね、それを釣りを中心に通して描かれるっていうところで、どんどんこうマッチしていってる感じがすごいいいなと思いました。はい、素晴らしい、6話だったと思います。どうでしょうかね。はい、そんな感じでですね、じゃあ次ですね、部分的なところに、行ってみたいと思いますが、まあまあね好きにね、話してるだけなんでね大したことは言えないですね。はい、でさっきも言いましたけど、やっぱりこう命を奪うっていうそのね、こととのね向き合い方っていうところと、でもその向き合わないことも大事だっていうところがいいバランスで書かれたかなと思いますね。まあそんな大層なものではないとは思うんですけど、書かれてることの本質はこういうことやなって自分はちょっとね、思いましたね。まずですね、まあ自分が釣ったものはね自分で食べる権利があるんだけど、やっぱ自分でね、命を奪う、さばかなあかんっていうような話でですね、生き物を食べるって大変だっていうねヒナも思ってるしね、自分自身ねそれがやるべきことだっていうね、そういう意識はすごくあるんですよね。あの時のね笑いはそういうことだったのかってねいうこのね内心の描写結構面白かったですね。この時のあのセリフなかなか良かったですね。はい、でまあ結構グロテスクといえばグロテスクなんですけど、結構ねしっかり書いてもらいましたね。はい、綺麗なんだけどリアルっていうところで、マッチングが素晴らしいと思いますね。まあグロい表現にならないようにね配慮してるというところもあると思うんですけど、でもしっかりリアルなのはいいですね。でまあ大野先輩もねこういう風にしてるよ、自分はこういう意識でしてるよっていうね、ところを教えてくれるところもねとても良かったですね。このあたりのね表現が本当にね、リアル感があって、で、実際にねやることになったらこうやっぱグロテスクなのは嫌だっていうところね、このちょっとね内臓がね飛び散ってる感じもあるんですけど、やることになった時にもう機械的に処理していく感じですよね。これとてもねいいですね。なんかこういちいちその魚に自身に感情移入してやっていくっていうところじゃないところがいいですね。もう本当に機械的にね、なんか工場とかのライン作業してる時の感じで、内臓を取っていくヒナっていうのが良かったですね。で、あのぬいぐるみだと思ってって言った時にこうぬいぐるみを頭の中でね変換するっていうところも、このぬいぐるみもすごいリアルなんですよね。内臓の部分が取れるように作られてるあのぬいぐるみっていうところで、ここにねボタンがついてて反対側はマジックテープっぽい感じで、してるんですよね。この裁縫大好き設定がここにね生かされていますよね。で、まあそのぬいぐるみで表現したことによって多分グロテスクな表現を緩和できたっていうところ意味合いがあるんですかね。はい、本当のグロは釣りをちゃんとした時にね、味わえばいいことだとは思いますね。でもなんやかんやでこうね、まあ血まみれのね手になってね固まってしまったはしまったんですけど、それはそれとして置いといて、やっぱやった後の達成感っていうところが、書かれてるんですよね。その後のねまあヒナの表現としてね、ちょっとね誇らしげな感じがとてもいいですよね。はい、そんなわけでですね、こう、まあ、生き物の命を奪うっていうところをその一歩進んでこう生き物の命を奪うような活動をずっとしていってるんだよ、していくんだよっていうことに対する、スタイルをですね結構リアルにしかもマイルドに、表現したっていう、ところが、これはこの表現の仕方自分は好きだなっていうふうに、思いましたね。命を奪うことへの、ね、自覚っていうのは大切だよっていうのはもうね、4話でしたんでね、それをですね、自覚はしていてもですね受け止めきれずにねやることっていうのの大切さっていうのをね、書いたっていう意味でなかなか興味深いし面白いですよね。本質をついてますよね。なんていうかこう相手をねあの殺すときって、まあ、最初1回目って結構すごくね、ショックで精神的負荷がまあ大きいんですけど、まあなんか2回目とかってむしろなんか2回目また殺したのに自分はあんまりショックを受けていないっていうことに、まあ、ショックを受けるみたいなね、ことね多いですよね。はい、あいやあの魚をね捌く時の話ですよ。はい、
そんなわけで、まあ、あの命を、ね、奪うっていうことを、まあ、受け止め毎回受け止めてたら精神が、ね、持たないですからね、そういう意味で人間は慣れる生き物っていうところもあったりしますね。で、まあ、これを、ね、無自覚に、ね、人を、ね、殺してしまってる、ね、目標センターに入れて、ね、スイッチを押してるだけでね、みたいな話をちょっと、ね、自分は、ね、あの思い浮かんで、あの最近、ね、読んだ漫画にこのマージナリーオペレーションっていうのがあって、あの、まあ、それはいいかな、そんな感じで、やっぱりこう自覚することと自覚しないことの、ね、大切さですよね。このあたりをリアルに書いてくれたのは自分は嬉しかったと思いましたね。はい、この辺のね扱い方はどんなもんなんでしょうね。皆さんどうでしょうね。命を奪う系の、まあ、その趣味だとかテーマとか描く上で、これをなんていうかこうね、ほんわか見れる日常的なね、日常系的な雰囲気の中でね、ここまでリアルにね、表現してくれるのはいいですよね。なんかこれってそのリアリティを描くための逃げとしてぬいぐるみを使って機械的に処理しているところを書いたように見えて、実は本質的にめちゃくちゃリアルに、命を奪うっていうことと向き合ってるという、風にね見れてね、自分はこれは深いしめっちゃ好きやなと思いました。はい、皆さんのね感想もね、教えていただければと思いますね。はい、これについて話しすぎましたね。次行きましょう。でね、夏美のね振る舞いについてね、今回自分は良かったと思いましたね。ですね、まずね夏美さんはですね、結構まあなんていうかね、ひなには結構ね絡んでいくんですけど、今回のまあセリフとしてですね、まあまあこのね、タコヒゲ屋のねおっちゃんがですね、言った時にね、あのいらっしゃいませでしょってこうね言い直しを要求してるんですよね。このやつってその1話で、黒岩先輩やろってこう言い直しを要求されていた、夏美が言うっていうのは、自分がされているね、してできてないことを指摘するという意味で一貫性がないように、見えるんですけど、情報だけを並べたら一貫性がないように見えるんですけど、ひなじゃなくて夏美のイメージを見ると、これはそのこのおっちゃんとめちゃくちゃ親しい間柄になっているがゆえに成り立っているやり取りなんだなっていうところが、分かってしまうんですよね。つまりあの一貫性がないように見えないっていうところが、とても巧みに書かれていたんだっていうところが分かりますね。部長に対してね心を許してしまってるがゆえにね先輩呼びをねしないっていうね、それ自体はあまり良くないことだとは思うんですけど、そういう意味で、ここのねおっちゃんにもね、自分が言われてることを言ってしまうっていうね、人との関係がねどういう風にね、夏美の普段との人とのねやり取りとかコミュニケーションの基礎が見える感じですよね。この辺正しい正しくないじゃなくてリアルですよね。はい、キャラクターの厚みが感じて面白かったですね。はい、でまあこのねおっちゃんとのねやり取りに対してもね、こうセクハラ親父的なね、そういったねやり取りをしていました。このあたりがなんか本当に何かの前回のコメントでね、いただいたんですけど、なんかこう掲載雑誌がこうね、チャンピオンレッドだったかな、掲載雑誌のね違いを感じるなっていう風にね、書いてあって、それはまあ先生のね書かれ方についてね言われてたんですけど、そういう意味で、ね、掲載雑誌感をね、自分も感じてね、ちょっとねこれは面白いなと思いましたね。はい、で、なんやかんやでこうね、結構強引ではあるんですよね。1話に言っていましたね、手取り足取り教えてやるっていうところでね、手取り足取りしてね一緒にこうエラ取りをするっていうね、そういう感じですよね。はい、これね足を組む必要はあったのかっていうね、そういう様子はね、あるんですけど、そんなわけでですね、結構こう面白い絵になってますね。そんなわけでですね、結構強引では、あるんですけど、距離感がつかめないわけじゃないんですよね。このあたりのね絶妙さも、なんていうかこうこの2人の関係だからできるやり取りなんだなっていうところで、ね、なんやかんやで仲良くなりきってしまってるところが、感じられますね。で自分がねやっぱ好きやと思ったのは、1話にね私がね教えてあげるって言ってはいたんですけど、だからって言ってな強引に教えようという感じじゃないんですよね。なんかね手取り足取りって言ってる割にはちゃんとこうねひなが課題にぶつかった時だけ教えてくれてるんですね。今回のね、釣れないっていうね、からこうすればいいよっていうことを教えてくれるところもそうなんですけど、自分特にね面白いと思ったのが、なんかこうこの針が取れないっていう話が今回あったじゃないですか。
でひっくり返したらポトンと落ちるよっていう話があって、まあひなもやってですね、あそうだって言ってね嬉しそうにしてるんですけど、これ1話でもあったんですよね、すでにやり取りとしては。でも1話は多分針の大きさが合っていたりだとか仕掛けが良かったりだとか、まあ、あの魚の大きさの問題とかで自分でこう針はねなんとかこう外せてたんですよね。でやったなっていうような顔をしていたので、自分がこう押し付けたりしないんですよね。こうした方が綺麗に取れるよとかいうのね押し付けたりしてないんですよね。もうこのあたりのなんかこうね距離感のね、詰め方はすげえなと思って、これなんで夏目ができるんかっていう、あ、夏目ですね、乗っちゃいますね、夏目ができるんかっていうと、多分ねそういう風に教わったからだろうなっていう風に、思いました。でですね、知識量とかね準備もねしっかりしていて、なんというかこう針を見た時にはこれ7号か8号だろうってね、分かって教えてくれるところとか、まあ竿はね、これは違うんだよって教えてくれたりするところも、結構知識はしっかりしてて、で、まあ、自分のね仕掛けを貸してくれた、まあ持ってきてくれたりね、この仕掛けでいいよっていう風にね持ってきてくれたりだとか、すごいね面倒見は良くてですね、知識も確かっていうところで、この辺りのね描写がねすごい優秀だっていうところと、で最終的なこうね、いろいろね地渡しまだダメだなっていう時に、まあいろいろ失敗してね教えれば、あ覚えればいいよってね、言っていた感じね、とてもいいですね。でこれがまあやっぱりなんていうか、自分がおそらくあの黒岩部長とか、まあ、知人の人たちにそういったようにして教えてもらったんだなっていうような、厚みを感じますよね。それこそ、まあ、冒頭のね「いらっしゃいませでしょ」って言った時みたいな感じで、自分が言われてることをね言うというかね、そういった感じで教えてもらったことを教えるっていうね、そういうタイプのですねキャラクターっていうことがね一貫して書かれていたので、ね、自分が教えてくれてる、ひなに教えてくれてる知識も、最後にね言ったね言葉も多分自分が以前に教えてもらっていた、そういった言葉なのかなっていうふうにね、そういったことがね、感じられたのがね良かったですね。でそれをまあ非難も受けて自分でも教えるように教えられるようになろうっていうようなことを感じたっていうところで、なかなかこうね、そのこれが良かったっていうよりは全体を通して、あ夏美いいキャラやなっていうのを感じましたね。はい、そんな感じです。で、小谷先生のね書かれた方ですね、まあなんていうか自分的にまあ、あの第一印象がなんかね、悪いままだったのは、まあ確かにそうだよねっていう感じだったんですけど、コメントでなんかこうね、その先生のキャラクターね、アプシュは嫌うと思ってた的なことをね、いただいたんですけど、まあ自分は別にその小谷先生自体をね嫌いとは思ってはいなかったんですけど、印象が悪いキャラクターが印象が悪いままになっていたので気になっていたっていうところが、大きかったですね。で今回挽回できたかっていうと、まあ挽回とかはされなかったんですけど、逆にねその感じがですね、なんか他の日常ものというんですか、それ系とは違うノリであること、掲載雑誌が違ったり、まあ、釣りを中心に書こうとしていたり、普通にはないリアリティを出すための、作品に仕上がっていたりっていうところの、ピースとしてですね、自分の中では今回にしっかりつながったんで、この先生のキャラクターはね、納得がしたしね、いいじゃないと思いましたね。はい、で役割としては、話のきっかけと機動力が、まあ、この先生のキャラクターで、釣りに対してはあまり積極的に関わってこないというところも良かったですね。はい、で何というかこう、まあ、今回も要するに先生が、ね、3カメ使う意味は僕はなかったと思うんですけど、はい、もう一回食べたいっていう話から始まったんですよね。はい、まあね晩ご飯のお金がないからっていうところでね、部長にね頼るっていう話ですよね。で機動力という意味では車をね出してくれたっていう役割ですね。この辺りは本当にねこれからの話を広げる上でいい感じにね、膨らんでいく感じが良かったですね。はい、顧問としてねあるべき姿だったと思いますね。で自分的にもね困った先生はね困った先生としてね担任じゃないですね顧問ですね、として書かれつ、まあ、一貫して書かれていたのが良かったですね。僕が苦手なのは、困った行動をしてるんやけど、それが特定のキャラだけ許されていたりやとか、なんかあの可愛いからとかいうわけのわからない理由で許されていたり、こう第三者的に見たら貧縮やろうなっていうような行動してても、その第三者の視点的なものをキャラクターが意識している様子も第三者的な、キャラク
まあ、描写もないというところに歪みを感じるときに若干苦手やなと思うということで、困ったね、顧問が困ったようにね、書かれていて、まあ、困ったように困った顧問としてね扱われていることは、自分的にはねちゃんと筋が通ってるってところで、キャラクター自身の好感度については、そんなに上がってはいないんですけど、今後書かれていくやろうなというふうに、思っています。まあそんな感じですかね。はい、そんなわけでですね、まあ印象が悪いままだった、先生なので、まあ、ひな的にはね、王を引いてるわけですね。あそこで前回、まあ、印象挽回しなかったことがここで生きてきた感じがしますね。まあ、反面教師的にね、使われてるっていうところですね。はい。人のものを食べちゃう先生みたいにならないようにっていうね。ややね、荒い感じなんですけど、この荒い感じが若干こう自分はリアリティを感じてしまいますね。はい。なんというかね、世界がね、不自然に優しいっていうところがないんですよね。なんというかね、第一印象が悪いせいで結構ね後々までね尾を引いてしまった、先生っていう感じですよね。イメージ的にこう大学とか高校の部活とかサークルの一つ上の先輩とかがね、それにね当たることがねあるんですけどね、皆さんどうでしょうね。一個上の先輩ね、第一印象がすごく悪かったせいでね結構尾を引いてしまうってね、そういう雰囲気が良かったですね。はい、そんなわけで、まあ、反面教師として、使われていました。で、まあ、じゃあこの役割としてどうなのかっていうと、まあ、基本的にこう見ているのが仕事っていうところで、みんながねいっぱい釣ってる時もですね、あ美味しそうっていうね様子でね見てましたよね。あこれは晩ご飯確保助かったみたいな感じでね、見えるんですけど、でもちょっとこうね、見方を変えると、前回のサビキ釣りでは自分は釣りをしていなかった部長も楽しそうに釣りをしてるんですよね。なんかポジション的に先生のね見ているポジションがいるから、部長もまあ気にせず、まあ、釣りをね楽しめたのか、それともそういう気分やったのかっていうのはねまたわからないんですけど、そういう意味でなんていうかこう見ているポジションがいる時にね部長の行動が変わっているっていうね、そういう様子が見れたのは個人的にはねなんかいいなと思いましたね。この辺は多分その好みはあると思うんですけど、自分はいいなと思いましたね。はい、で顧問自身よりもね、なんか顧問に対するみんなの振る舞いにねリアリティを感じてしまってね、それだけでなんかこう価値が、あるなというふうに思いました。まあいいところをねまた見たいっていうのは当然あるんですけど、なんかこう一見若干こう部長とね属性が被ってるようにも見えるんですよね。役割的なものを見るとね、あんまり釣りをせずにね見守っている感じやとかね、だらしない感じとかね、一見そう見えるんですけど、一緒にいることによってね役割が分かれるっていうね、本来見ていない、見ているポジションをね先生が取ることによってね部長が別のね、行動をしてるっていうのは若干こう役割分担的なのを感じるんですよね。なんかこうだから一見属性被ってるように見えるんだけど、だけど一緒にいることによって全然ね違う役割になってるっていうのを見るのすごい好きですね。なんていうかそれぞれのキャラクターがその役割としてそこにいるわけじゃなくて、ね、人格をそれぞれ持ったキャラクターたちがね、普通にこうね見た時にね、キャラというか役割が被ってるようにね、見えるんだけど、そこにね、存在することによってね違う行動をしている感じね。こういう風にキャラクター性をね変えてくれるっていうのは自分もねすごくね良かったですね。はい、そんなわけでね、小谷先生の書かれ方は良かったなと、興味深いなという風に、思いました。はい、で、次ですね、まあ部長とかね、大野先輩とのね仲がね自分はねなんかこうほんわかして見ることができましたね。なんやかんやでこうね部長がね、大野先輩のねすごいね、良さをねこうねボソッとね先生を反面教師にしつつね、大野先輩をあげるっていうね、自分がなんというかねそのだらしなさによって見本にはならない部分があるっていうところをね自覚してね大野先輩をねちゃんとあげてるんですけど、なんやかんやでねここに対する信頼関係ね、前回のね会話のやり取りですよね、なんとなくこうね実は勘違いな会話になってるんやけど、お互いね勘違いな会話してることが分かってる上でのね、分かり合ってる会話っていうね、そういう感じが潮干狩りのとこでも、見ることができたんですけど、そういう意味でね、なんかこう信頼関係が見れてよかったですね。はい、で、まあ、タコヒゲ屋のね作り込みは本当にねすごかったですね。アニメーションとしての作り込みというかね、制作の作り込みがすごいですね。これまあほぼ確実にねその参考になった、店があるっていうところで、書き込みがすごいですよね。全てのアングル作ってるっていうところが、
で1回目ねやって見えなかったそのアングルがその、ね、外までね見送ってくれる感じも良かったんですけど、2回目こうヒナがね行った時にね、若干こうね書かれなかったアングルがね、保管されるっていうね、ところね、この部分ですよね。でこの後ろですよね。いやこれすごいですよね。もう全ての場所をちゃんと作り込んでる感じが、あってね楽しかったというふうに思いましたね。はい。もうこの釣りアイテムも良かったですね。で、まあ、方言とかもそうですよね。まあ、店長さんが良、まあ、かったのもそうですし、方言として、部長がその、なんだっけ、手、大意が汚かぞって言ったんですっけ、めっちゃ手汚れてるやんっていう、あ、違う、これ関西弁ですね。手がとても汚れてん、手がとても汚れてるよっていう意味ですかね。大意やってね、すごくとてもっていう意味だったと思うんですけど、そういった方言が見れたのも良、かったですね。で、まあ、地元感のあるね、やっぱ背景描写ですよね。まあ、この辺りもリアルっていうよりはね、なんかもう芸術的なものがありますよね。リアル感を得つつアニメーションであることがね分かるっていうところがいいですね。なんか、まあ、要は1話に出てきたあの場所がですね、まあ、あの時間とかね、川って書かれてるっていうところですね。もう普通に僕はこのね生垣のなんていうんですかね、こうリアルさはいいと思ってちょっと真似したいと思いましたね。はい。他にもこう1話からの感じとしてはね、これ1話これですよね。ひなの部屋がですねちゃんとこうね整備されたことが分かりますよね。なんやかんやで裁縫セットは全く同じように書かれているところも良、かったと思いますね。はい。こういうね細かい作り込みがね感じれていいですよね。で今回ねバッグをね作っていたっていうところですよね。まあ、このバッグに関してはあれですよね、このなんだろう、バッグじゃないですね、このぬいぐるみに関しては普通にオープニングにね出てきたこのね魚のねぬいぐるみっていうところで、これ作ったんですかね、どうなんですかね、これから出てくるんですかね、まあ、そういった感じの、裁縫要素がねなかなかね楽しかったなというふうに、自分は思いました。はい。そんなわけですね、まあ、7話に期待することとしては、今回ねサビキの餌の、話が出ていたので、これはね、まあ、あの値段的には高いんですけど便利っちゃ便利なのでね、その話をするのかなとちょっとね思ったりだとか、あとまあ釣り堀とかですね仕掛けの話がまた出てくるのかなと思いましたね。はい。なんやかんやで今回そのおじいちゃんのものかな、として、まあ、結構釣り具とかが出てきたりだとかで、まあ、地元のお店のことも知ったりだとか、したので、まあこれ関係でですね、これ何に使う道具なんですかとかねそういう話がね出てきたり、ちょっと遠出しようっていう話にもね、なったりするんですよね。この辺りの要素が7話に、ね、出てきたら嬉しいなというふうに思ってちょっとね期待してるということで、いや楽しみが多いっていいなっていうね、そんなわけで、今回もねとても楽しめる、話だったんですね。はい。大体まあそんな感じですよね。はい。で、まあ、片付けをね、して帰りましょうっていうところが今回のまあね575だったっていうところで、いや1話の流れ、ね、1話と同じ釣りをまあしているっていうことで、まあひながですね成長した部分もあり、自分にとっての課題にね一人でやったことで気づく部分もありっていうところで、はい。まあ4話ぐらいまではねキャラクターのね成長とかね課題的なものをですねそこまでねあのピックアップしてこなかったんですけど、まあ、5話からですねキャラクターに焦点がね当たり出すことによってヒナの意識の変化ですね、で2回目っていうところで気づけたことたくさんで、1人で釣りができたっていうところで支えられてたことをね実感するっていうね、そういうところでめちゃくちゃこう美しくてですね、今後に期待できる6話だったんじゃないかなというふうに自分は思いました。はい。まあそんな感じですね。まあ他にもですね、なんていうかこうね、皆さんがね、あのいろいろこう、例えば音に対してはね、あまりも自分気づいてないかったんですけどね、エギングの音がね、大野さん先輩だけ違うみたいなね、そういったコメントもね、いただけてね、やはりこう、気づけてる人、特にまあ釣りにね、詳しい人もそうやし、釣り全然知らんけどね、ここ面白いと思ったみたいなね、意見とかもね、教えていただけると、まあ自分はね、釣りそこまでね、詳しいってわけじゃないんですけど、やっていてね、楽しかったっていうことが、ありますので、そういったことね、教えていただけると、僕もその楽しみがね何倍にもなりますので、ね、簡単なね、感想でもね教えていただけると楽しくなってですね、毎週一緒に楽しんでいけるかなと思っていますので、よかったらねまたねご視聴いただけたらありがたいです。はい。それでは終わらせていただきますね。ご視聴ありがとうございました。またね次回ねお会いできたらと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。